ちは、ナビゲーターの佐藤です。ゆう先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。今現状テレアポってどう思いますか？辻先生はテレアポとか出られます？出ないな。出ない、今ね、自宅の電話も、はい、会社の電話も、はい、全て転送にして、はい、携帯電話、はい、スマホに着信するようにしてるんだけど、はい、最初の頃は見知らぬ電話番号がかかってきても一応電話に取ってたのよ、はい、まあ、もしかしたら問い合わせかなみたいな感じで、まあ、出てたんだけど、はい、今はどうですかって言われたら今出ないね、全く出ないって言ってもいい、くだらない売り込みの電話か、はい、まあ、出た瞬間に切れちゃうっていうことが多い、多いですよね、はい、多いのよ、出た瞬間プツッツッツじゃんじゃこりゃみたいな。大阪の番号でも滋賀県の番号でも出ないですか？滋賀県の番号は出るよ。出ますか？例えばソーラーの方で滋賀県の市外局番から電話かかってきたらそれは出る、はい、10中8個お客さんだからそれは出るよそれは出る。でもう今携帯電話に飛ばしてるわけだから、はい、携帯電話にお客さんの番号とかを登録してたらもう出るじゃない、はい、それが、うん、で、まあ、携帯電話の番号で出たら一応は出る。もしかしたらお客さんがその携帯電話の番号変わったとか、はい、その時は知らなかった、はい、携帯電話番号、はい、番号変えたとか、何かでね、で最初契約した時は携帯番号まで聞いてなかったとか、はい、いろいろまああると思うんだけど、はい、そういう時は一応は出るんだけど、はい、まあね、え基本的には出ないよね。だって昔と違って今新規のお客さんに関して言えば、はい、あんまりいきなり電話する人ってめちゃくちゃ少なくなった、はい、うん、少なくなりました。広告打っても、はい、例えば電話で小冊子くださいっていう人はすごく少なくなった。年齢関係なく、年齢関係なく、はい、うん、まあ関係ないこともないかな、はい、60代以降の人は基本的に電話が多いんだけど、それでも少なくなったなっていう感想、はい、で僕も初めての問い合わせが来る人、はい、特にこのコンサルの方ね、はい、売れる493の方では、はい、売れる仕組みの方では、僕は基本的に電話に出ませんと、はい、問い合わせは LINE かメールでしてねって言ってるんだよ、はい、うん、っていうぐらい、うん、ファーストアクションはメール、もしくは LINE、うん、もしくは、メッセンジャーかな、うんうん、っていう感じ。基本的にメールでお願いしてるんだけど、はい、メールは返信に時間がかかるかもしれないけど、 一応今のところ必ず返信はしてるんだよ、はい、なぜなら電話に出たくないから、うん、電話ってさ、相手の時間を強制的に奪うよね、はい、うん、カチャカチャ何かをやっている、お客さんのとこに行っているかもしれない、何かやってるかもしれないでしょ、はい、何やってるか電話かける方は分かってないけども、自分の都合でかけるわけでしょ、はい、もうプルプルプル、もしもし、はい、よっぽどの緊急なことがない限りは基本的には電話は、うん、受けないね、うん、出ないな、はっきり言って、うん、で電話してもさ、最近の電話の俺知ってる、知ってるっていうか、電話の最初の挨拶文っていうか挨拶の言葉って、はい、携帯電話にかかってきた時ね、はい、今お電話よろしいですかって聞くでしょ、はい、今お電話大丈夫ですかって聞くやんか、はい、うん、まあ、商談中とか打ち合わせ中に電話かかってくる場合があるわけでしょ、はい、携帯電話にかけるわけ だからね、うん、だからその電話をするのにも許可がいる時代なのよ、はい、今はね、はい、うん、だからいきなり電話をするのは失礼な時代、はいだから僕も知らない番号の着信履歴っていうのは基本的には出ないし、はい、ネット検索するもんね、うん、今ね、またさ、番号を検索するだけで、まあ、何の要件か分かるよね、はい、うん、Google とかで見たらさ、はい、その電話もう全然知らない0120とかかかってきてるじゃない、はい、で携帯電話だから着信履歴残るでしょ、はい、それをそのまま Google 検索してみるやんか、はい、そしたらさ、なんていうの、あれはね、テレアポ のやつだから気をつけろとか出てくるわけよ、はい、悪徳商法に気をつけろっていうのが出てくるわけやんか、はい、うん、で日本中から
こういうねいっぱい電話をしてきて、ね、ネット上にここは気をつけろって上がってくるわけだから、はい、そんなも見たらお客さんもこれは真っ当な商売をしていない会社がやってるんだとか、はい、うん、で逆にさ電話かかってきて着信履歴残ってて、はい、で Google で検索するでしょ、はい、今まで分からなかったんだよこの番号はどこの番号なんだろうって、はい、分からなかったんだけど今は分かるのよね、はい、であのなんていうのテレアポ用の電話はその代表番号とは違う番号になってるから、はい、何度も言うけど昔は分からなかった、はい、今は分かるのよ、はい、テレアポ撃退なんとかとか言ってこうあるからさ、はい、で検索するでしょそうしたらそういうサイトがいっぱいあるから、はい、さっき言ってたように気をつけろとかあるわけよ、はい、でそれまではドキドキするわけやんか、はい、あれこれもしかして必要な電話やったんじゃないかなとか、はい、なんかネットで注文した配達物かとか、はい、ね、もう銀行え何みたいななんてくるわけでしょ、はい、うん、で昔はそれで仕方なく出てるわけやんかはいもしもしみたいな感じで、はい、でも多分皆さんそうだと思う、はい、この電話ってなんだろうと思って出たら十中八九売り込みなんだよねテレアポなんだよね、うん、まあ、要は勧誘であり自分にとって必要じゃない電話でありそしてガチャ切りなんだよね、うん、でこういうのが何回も続くと3回4回続いたら知らないあの番号からの電話っていうのはクソ電話だってなるわけやんか、うん、どんなリストを元手にかけてるか知らないけどさみたいな多分個人法人関係なく電話してくるわけでしょ、うん、でほとんどの人がスマホを持つ世の中でテレアポっていうのはかなり厳しい業界であり先細っていく業界だなっていうのはもうすでにめちゃくちゃ昔から実感してるんだけど、はい、うん、でそのテレアポが通用する人ってスマホを使ってない高齢者だけやと思うのよ、はい、うん、でそんな高齢者も徐々にいなくなっていくからねだってもう今あれでしょ3G がもうダメになるから 4G に切り替えてくださいって言って、はい、今やったらスマートフォンに切り替えたら実質0円ですよって言って続々とね、年配の人もスマホの方へ流れていくわけやんか、はい、そしたらさ今さっき僕が見てた怪しいやつとかのなんかそういうアプリがあるのよ、はい、電話帳アプリみたいななんかそんなんでそれをインストールしたら、はい、この番号は注意な番号ですよとか出てくるわけよ、はい、オレオレ詐欺とかもいろいろあったからさ、はい、そういうのを回避するためにもそういうアプリが標準でインストールされるような時代になっていくんじゃないかなと思うのよ、はい、スマートフォンで十分だったかもしれないけどスマートフォンが使えない固定電話、はい、年配の方用にそういう固定電話に多分オプションかなんかでそういう電話番号サービスみたいなのつけますよって言ったら、はい、多分つけると思うのよね、はい、おじいちゃんおばあちゃんを残して、はい、若いっていうかね、はい、おじいちゃんおばあちゃん残して単身赴任していると、はい、でこっちにオレオレ詐欺とかかかってきたらたまったもんじゃないからと、はい、でおじいちゃんおばあちゃんスマートフォン使えへんみたいな、はい、うん、っていう風になってくるとやっぱなかなかスマートフォンだけじゃなくてもね、はい、携帯電話だけでもいいんだけどそういう世の中になっていくからもうすっごい厳しくなると思うテレアポに関しては、はい、ちなみにさテレアポって英語でなんていうか知ってる？知らないです。2つ言い方があるのよ、はい、1つはコールドコールっていうね、はい、2つ目がジャンクフォンコールっていうね、はい、もうろくでもない言い方なんだよ、はいうん、だから、まあ、一言言いたいテレアポやっているっていう人は、はい、もうさっさと足を洗って違う業界へ行った方がいいと思 う、 そうテレアポしかやってないっていうのであればね、はい、うん、もう違うやり方やった方がいいと思うわだって今あなたが乗り込んでいる船は泥で作られていると、はい、昔はその泥でもうこうこい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 で行けたんかもしれないけど、はいもうその泥船はもう半分沈みかかってるから、はい、もうそれはもういくら漕いでも目的地まで行けないよっていう感じだからねだからテレアポの現状に関してどう思いますかなんて言われたらもう泥船だよ、はい、僕はもう約10年前にそれに気づいて切り上げてやめたのよ、はい、だけどまだやってる人がいてるともうやめた方が本当にいいと思う B2C が特にでも B2B はでも B2B 厳しくなると思うわ、はい、うん B2C が起きて B2C で起こったことって B2B にもやがて来るからさ、はい、今 B2C テレアポもガタガタよボロボロ、はいはい、そんな状態で B2B っていうのは
多分相当厳しいと思う。だってそうでしょ、はい、B2B でやってますって言ってて、はい、その B2B で電話かけた相手がそこも B2B の会社だったら、はい、多分そんな電話でやり取りって今そんなないと思うんだよね、はい、営業前に直接携帯電話かなんかだと思うのよ。だからもう多分そのうち電話も出ないみたいなのが出てくると思うんだよね。それかもう電話に俺を通さないでくれ社長がね、はい、うん、事務員だけで解決せえと、で電話を通すなとっていうのが多分当たり前になってくると思うから、だから事務員ブロックがものすごく厳しくなると思うんだよね、はい、僕がテレアポ B2B でテレアポやった時ってもう約20年ぐらい前だから、はい、今もその僕が昔やってたやり方が今も通用するんですかって言って多分通用しないと思うんだよね、はい、今テレアポで苦労している人たくさんいてると思うけど、はい、そのテレアポ自体がこう厳しく下がってきてるから、はい、違うやり方を考えた方がいいですよっていうことですね。辻先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます。